アベラボンのハウ男爵リチャード・エドワード・ジェフリー・ハウは、イギリスの政治家、一代貴族。保守党に所属し、マーガレット・ザッチャー内閣で、閣僚職を歴任した。1992年に一代貴族アベラボンのハウ、男爵に除された。1926年12月20日に、ウェールズのグラモーガンのポートタルボットに、事務弁護士であるベンジャミン・エドワード・ハウの息子として、誕生する。 ウィンチェスターカレッジを経て、ケンブリッジ大学トリニティホールへ進学。1952年にミドルテンプルで学び、法廷弁護士資格を取得した。1957年から1960年にかけては某グループの会長となり、雑誌、クロス某を経営した。1955年と1959年の総選挙では、 アベラボン選挙区の保守党候補に擁立されたが、落選した。1964年の総選挙で、ベビントン選挙区から初当選し、保守党所属の庶民議員となった。しかし1966年の総選挙では、労働党候補に敗れて、議席を失い、法廷弁護士の仕事に戻った。1970年の総選挙で、ライキット選挙区から選出されて、 再び庶民委員議員となり、エドワード・ヒース内閣下で法務次官に就任した。1972年からは通称工業省の閣外大臣に転じた。1974年2月の総選挙から東サリー選挙区から選出されて庶民委員議員を務めるようになった。1975年の保守党党首選挙の二次投票に出馬してマーガレット・サッチャーらと争ったが、 破れている。1979年にサッチャー内閣が誕生すると財務大臣に就任した。ハウはサッチャリズムの熱心な信奉者として知られ、大倉省副大臣、ナイジェル・ローソンの起草からなる中期金融財政戦略を採用した。これはインフレの抑制を最重要目標とし、経済管理にマネタリストのアプローチを用いようというものであった。 インフレの抑制のほか、歳出削減による財政赤字縮小、間接税への移行、為替管理廃止、非課税企業地域の創設、民営化などを推進した。1983年には外務、英連邦大臣に転任。アメリカ国務長官、ジョージ・シュルツと緊密な関係を築き、サッチャーとアメリカ大統領、ドナルド・レーガンの結束を支えた。 欧州共同体との関係改善にも努め、1985年には、サッチャーを解き伏せて、単一欧州議定書に署名させた。さらに1989年には、欧州為替相場メカニズムへの加入をサッチャーに、進言したが、サッチャーが慎重姿勢を崩さなかったため、マドリードでの EC 首脳会談の前に、財務大臣、ナイジェル・ローソンと共に辞職をちらつかせる強硬な、 進言を行った。サッチャーは二人を移留したものの、マドリードでの首脳会議で、サッチャーといさかいを起こしたことが原因で、同年7月の内閣改造でハウは外相から外された。代わりに副首相、庶民委員内総務、通密委員議長のポストが与えられたが、これは左線も同じだった。なおもハウはヨーロッパ統合問題での落としどころを探っていたが、 サッチャーのいかなる欧州統合も拒否する姿勢にうんざりし、1990年11月1日に辞任を表明した。11月13日の辞任演説では、最初の球が投げられるとき、打席に割って入ろうとして分かったことは、チームのキャプテンによって試合前にバットがことごとく破壊されていたことだったと述べて、サッチャーを批判する演説を行った。1996年のハウギョウ。 ナイジェリアのジャーナリスト歌用で書院家と共に、辞職直後の1990年11月末に行われた保守党党首選挙では、サッチャーとの対決姿勢を強めるマイケル・ヘーゼル・タインから支持を求められたが、彼との共同行動は拒否した。1992年6月30日に一大貴族、シャクヤ・ベラボンのハウ残虐に助せられ、貴族院議員に列した。 1994年には回顧録、中世の葛藤を表した。2010年の総選挙を前に、経済問題アドバイザーとして、ジョージ・オズボーンに招集された4人の元財務大臣の一人で、あり、2010年からのキャメロン政権でも経済について、政府に助言を行った。2015年5月に、貴族院議員を休職し、同年10月9日に死去した。 1992年6月30日に以下の尺を新規に除せられた。ありがとうございます。